海の景気だったんだけど、これね、私が小学校の時にこの大阪浜田っていう海水浴場に行ったら、ものすごく綺麗か、砂も綺麗か。で、これ、諏訪の森っていうのがあるんですけど、ここすごい高級住宅地だったんですけど、それがですね、3年ぐらいの間に埋め立てられてしまったという記憶があってですね、だからもう、ひどいなと思って、それであともう一つは、神戸の YMCA があって、そこでサマーキャンプ毎年やってたんですけど、それに参加したんです。4年生、小学校4年、5年、6年。で、ここに、この島があって、無人島なんですけども、そこに、まあ、渡っていくんですけど、船がこの辺について、天満線で行って、ここから降りていくんですけど、なんかね、ここ、ちょっと黒く見えるのが雨雲なんですけど、それで足を切ったという記憶があって、すごい楽しかったんですね。こんな風にして、みんなで、キャンプって、バンガローみたいな。で、その広島キャンプという思い出もあります。それから、小学校6年の時に、祖母が西宮の宿川というところに住んでまして、で、近くにこういう海水浴場があって、で、中学になったらですね、この泳いで帰ってきたら、体にハイボールが来たんですよ。で、すごく海が汚染されてるというのを実感したんですね。それで、あと、僕はちょうど大学を受験する前、前後前ですけど、まあ、水俣病だとか、いろんな公害が起こってたんですね。それで、私としてはやっぱり、自然を相手にする仕事に就きたいなと、で、海の環境を良くする仕事に就きたいというふうなことで、まあ、大学を入学してるわけなんですけど、で、まあ、友人みんな総出でこうやって、ちょうど手伝ってもらいまして、で、まあ、ここは舞鶴なんですけど、ここからこう高野まで行って、ここの子供に、原子力発電所こちらの、こちら取水口の方なんです。で、まあ、こう見ていただいたら分かりますけど、本田原の藻場がすごいんですね、海面まで。で、まあ、こういうところでボートで、行って、採水して、それから CT 量をして、かかるというか。で、まあ、この研究の一番の工夫どころはですね、柏井先生がですね、やっぱり僕が最初、この高さだけ書いてたんですけど、これ、密度で荒らしたとかって言われて、で、これ、豆俵、八幡木、豆俵って、こういう。どれぐらい入ってるか、濃いところはたくさん入ってる。で、そうすると、半分と衰退っていうのが全然違うんですね。こういうのが分かる。ということで、これに環境を乗せたらどうかっていうことで、測った断面を乗せると、やっぱり、光ですけども、こういう群落の下が弱くなる。で、まあ、それ以外にも光合成してますんで、で、呼吸夜しますから、例えばこれ、清掃してる場合は夜、こういうふうなところで低くなる。で、pH もですね、CO2 出しますから、pH 下がってくるんですね。だからそれは非常にうまくきれいに出ます。からあともう一つ、流れを絶対測らないといけないなっていうことで、で、流速計その当時ものすごく高かったので、この石膏の玉の減り方で測ろうということで、で、まあ、工夫してですね、こういう海流水槽というのがありましたので、漁具実験にいうやつですけど、これを使って、この石膏球を。で、まあこういうふうな式を立てると、まあ、測ると、まあ、言えるんですけど、これ、工夫したところはですね、炭素重量じゃなくて質重量ということで、で、これで時間ごとに全部調べられるんで、時間ごと、T ごとに重さを測っていくと、この傾き出てくるんで、それは流れの強さによって変わってくるということです。で、これ、実際に、流速計、アンデラの流速計と、石膏の溶け方比べてるんですけど、こういう形で非常に線形性がある。で、これか、どうしてこう、本当に一対一に乗らないといけないんですけど、これ乗らないのはこの塩分が影響してるということが後で分かります。まあ、それでここの豊後水道のここでも、藻場でも一つは長田っていう。で、これ藻場のところで、こう、こっちは砂浜、これ50メートルしか離れてないんですね、比較的。で、藻場の中で流れが弱くなるというのは、まあ、で、あとこの方法っていうのは非常に良くてですね、いろんなところで使われて、現在もいろんなところで使われております。で、まあ、ここの、エコシステムエンジニアですけども、こういうものを作る環境っていうのは、ユニークなということで、人工物であるというのだというのを感じて、これが学部論文。それで、東京大学の海洋研究所の漁業測定部門に、これは、坂本航先生が助教授で行われた、その先生が、まあ、海洋研究所の出身だったので、この部屋の出身で、石井先生の、まあ、紹介を受け、紹介してもらって、まあ、こういうメンバーで、たった院生2人なんてね、ものすごく少なく、ノーバルマッピングの研究を始めました。
で、これは私の研究、研究者人生の中で非常に重要なことの一つなんですけど、岡山県の田中さんというのが来られまして、それとあと片山さんという課長がいて、芦野湾に大きな湾があって、そこに人工島を作る計画があるんだけども、藻場の調査は作れないし、その藻場というのはこういう甘いものなんですけど、魚の産卵場、生育場があって、で当時資源回数の達川さんなどと一緒に、音響を使って藻場の、リモートセンシングをやり始めたところで、こういう、これ海底で、これアマゴなんですけど、非常にきれいに見えます。で、分布の加減っていうのが分かるし、ハモミストも分かる。こういうとかがたくさん入る。濃いとか。というようなことが分かって、こういうの環境を調べまして、草丈も大体出るのか。で、ここの一点一点がちょうどその時 GPS が出だした時なんですけど、それを使って全部こうやってたんですね。で、そうすると、ここの、こういう、ところに大きな藻場、その当時残ってた藻場の中では瀬戸内海最大の藻場です。でここは海流がですね、こういう方向に流れるんで、常に潮だみのあるところは藻場が発達するんですけど、内部はですね、やっぱり栄養に不足するんで、非常に水が低いということが。で、この結果をですね、奥田先生っていうのがですね、私委員会立ち上げまして、委員長に奥田先生をなってもらったんですけど、それ先生が六甲の、同級生ということで、九州高校の知事と よく知ったんだけど、同窓生なんで意気投合してですね、やめた方がいいよって言って、こうやると。で、これ里見志望に出てきますんで、ぜひ皆さんやってみてください。そういうことで、リモートセンシングの割に実際の社会にも溶けてきます。その藻場のことが気になって、ちょうどその時に3月11日に東日本大震災があったんですけども、地元に対して何かしないといけないなと思いまして、で2011年の6月、7月、8月、10月、11月、2月と調査をしました。で、どうなっているかと。で、それは結局こういう海底、モバイル運航、海底地形化レンジですね。こういったものを調べました。で、6月に行ったときに、こういうところに、これ大滝君と一緒に行ったんですけど、非常に赤木と昆布、これが6月なんですけど、すごく大きく入って、昆布ももう密集して入って、で、ウニなんかも。で、こういう瓦礫がいっぱいある中を、こうやって、雨が降ったりすると、こういうのを買ってんのか、調査をして。その結果これがですね、2009年6月、こういう藻場がすごいたくさんあったんですけど、これはもう全くなくなってて、ただ、嬉しかったのは、こうやって小さい微小っていうんですけど、子供がですね、生えてきてた、種から生えた子供がこう出てる。自然の回復力の強さっていうのはすごいなと思います。で、これは海底地形をこうマッピングして、これが地元になっているとして、この中でですね、やっぱり瓦礫がありそうなところに下ろすとですね、こういったものが見られるということで、若干ではそういったことを地元にこう温水漁協の作業会での調査報告会とか、センターでやった調査報告会とかで報告しました。さらに関係した論文というのはこれだけ、書かれている格好だと思います。これは、要するに今の人新世とつまり地学の人が皆さんご存じで地層によってやりますけど、今そのゴミが堆積してるんで、それでこういうことが言えるみたいな。からティッピングポイント、要するに臨界点ですね、これを超えるともう元に戻らないという、そういうところに今現在あるんじゃないかという、地球環境に対する認識が異なるんです。で、今は非常に安定した気候環境が続いてるんですけども、それがこのディッピングポイントを超えるともう本当に戻らない。で、地球も人間が大きくなって、今まではもうほとんど無限の世界だと思ったのが、実はそうじゃなくてもう閉じてる有限の世界だなという認識に立たないといけないと、こういうことなんですね。で、今までは資本主義もそうですけど、限界のない成長というふうに考えています。つまりニューフロンティアは常に探すわけですね。だけどそれはダメなんですね。成長の限界なんですね。資本主義というのは限界
新しいフロンティアが必要なんだ。今アフリカに着陸するんですよ。でそれから限界内の成長に行かないといけない。つまりプライタリーバウンダリーの中での繁栄というのを考えていかないといけないというふうに、思っています。でそれにはですね、モバとか流れ持っていたものを非常に重要に、有効に使ってですね、やっぱり里見、そういったことを考えていかない。昔の人は幽霊な世界に行ってると思います、江戸時代。でそういった人たちはその海を使ってですね、自分たちの海として使っていくというふうな考え方に立ってやってきたというふうに思っています。で、最後になりますけども、これ1867年にジェイス・ニューという人がですね、イノビガル・アドレス・デリバー・トゥ・ビー・ザ・ユニバーシティ・セント・アンドリュースというので、言ってることをこの岩波文庫の訳を読みますと、各人は人類のために実際に役立つ人間になることのために大学は知識を与えなければならない。学生たちは一教授の強い影響を受けて非俗で利己的な目的を軽蔑し、この世界を自分が生まれた時よりも少しでもいいものにしてこの世を去りたいという気持ちを生涯とする。素晴らしいですね。